はい、皆さんこんにちは、カゼンドです。こんにちは、トクです。ガチャのね、更新が来たということで、はい、まあちょっと釣られてる感満載だけど、そうっすね、まあちょこちょこ来るようになりましたね。なんかこの天才ニュー届けガチャね、え、まあ本当はいいかなとか思ってたんだけど、やっぱりちょっと天才で、まあセンスつかなくてもついてもどっちでもまあ更新狙えるっていうことからまあ引いていこうかななんて思っております。あとね、こんなのも来てるね。天空、これはなんだ、めっちゃ気になりますね。こっちが気になってしょうがないね。え、5月の25日金曜日にですね、パープル TV が公開されるということで、まあこの、速報的な感じでね、動画も我々出していこうかなと思いますけども、きっと噂である、まあ、雷だったり、はい、東雲の別バージョンが来るんじゃないかみたいな噂も、もうちらほら出てますね。もうそこで間違いないんじゃないですか、この感じだと。私で言うと、まあ両方とも PSR 持ってるんで、なんかいろんな可能性を考えてしまうよ。うん、まあ、あとは天空のおそらく強化パワーアップなのかわからないですけど、それ自体も楽しみですね。そうだね、初めてなんで。まあもう最近全力ばっかやってるからね、はい、他の高校もたまにはね、まあ暁もあったけどちょっとやりたいよね。ですね。うん、でも天空も強いこと間違いないよね、きっとね。と思いますよ。まあただ更新できるかできないかに関してはちょっと厳しいかもわからないですけど、うん、まあだから金徳が結構もらえるならすごいチャンスです。経験点なんかはやっぱり1万出るよね、1000とか出ることありますし、ね、そこにさらに強化パワーアップで金徳が多くもらえるとか、うん、経験点がさらに多くもらえるってなったら、まあ、ワンチャン本当ありますよね。あとやっぱりデッキの幅も割とねあるからね。はい、まあ、なんかブレイン以降、うん、なんか一番最初に火をつけた高校が天空地方高校だと思うんで、まあ、期待はしてます。あと今さ、彼女のなんていうの、覚醒とかもあるからさ、そういう人たちが楽しんだらなんかすごそうじゃない、はい、そうですね、彼女デッキみたいなね。はいはい、ということで楽しみが多いですけども、このね救援パワープロサンクスガチャ1回限りでございます。引いていきたいと思います。さあ SR は誰。そうですね、確定分もありますからね。あ、こういう時は1枚じゃなくて複数枚欲しいが、2枚です。1枚です。さあ誰。ですね、3本さん、もうちょいなんかさ、ワクワクさせてほしかったな。一番最初のセレブリーターですね、確か。一番最初はね、あれです、クイバタじゃなくて、ガブリエル。あ、一番最初はそう。あのガチャが一番最初の。ただ、この引く、あのガチャ行くまでにプラス3かプラス4まで来てたのが、この3本末です。ということで、まあうーんって感じかな。もうほんとこのためだけのになりましたね、ガチャでしたね。なんとも言えねえ。まあ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 、まあ、せっかくだからなんかチームランクの話でもする。 SS7 ですよ、今677まで来ました。8行きたいですね、この期間で。8行きたいんだよ、みんな1個チームランク上がってるんで。うん、おそらく SS8 とかを作ることができれば1体で行く可能性もあるかなと思ってます。うん、まあ7だったらこの3人を入れ替えなきゃいけないかなって感じだから、やっぱりこの天才取りたかったっていうのもある、まあ、ベンチでも6以上で3体は間違いない更新って感じですもんね、5が3体いるんで。うん、まあ、それ考えるとちょっときついのはきついですね、やっぱり。いや、 SS8 ってすごいよ、まあ当初に関してもまだまだ上げられるんで、うん、まあでも振れ幅から考えたら SS8 いったら当初だよね、俺。8まではちょっと野手かなと思ってます。まあ正直野手に関してはもうテンプレデッキでほぼ50で挑みますからね。うん、まあ、今後を見据えても野手はもう、そうね、今がもう最大値だと思って、まあ、特に作品20期間以内にやっぱこっちは伸ばしたいですね。でもね、この20期間内にここら辺作ってるからね。はいはいはい。このだってキャッチャーなんてさ、金徳 1,2,3,4,5,6,7 個なんだよ。うん、っていうことは2個失敗ですかね。あの前部がね、あの失敗2人とも、スイープとトリックスターですね、トリックスター。いやー、でもやっぱこの時期に伸ばさないと、そのトップランカーっていう意味で言うと
食らいついていく期間ですよ今。だいぶきついね。はい、やっぱみんな迫る検査やってますもんね今。ゴリゴリやってるイメージありますよ上の人たちは。でたまに見るんだけどさ、これが SS8 の5メモリとかなのよ。はいはいはい。 SS9 作るのとんでもないなと思った。そうっすね、うん、いやー作りたいけど。でも SS9 なんてもう絶対ここオール S でしょ初期値は。うん、で骨丼だけ取れるかでしょ。うん、まあっていうか全取りですよねほぼ。はい、まあ頑張っていきますよ。うん、でもちょっとずつ上がってきてるっていうのがまたねモチベーションにもなってるから。そうですね、まあ、なんだかんだ折り返しきましたからね。それだけどまあすごいって本当はすごいんですけどね。だからまあ今波が乗ってますからね。もう目がチカチカするもん。まあそんなとこですか。まあ頑張っていきたいと思いますんで、はい、まあ、天才の動画出すかどうかちょっとまだ何とも言えないけども、千丸のねサクセスはストックあるんで、ちょっと楽しみにしていてください。いつ公開ですかあれは。近日。近日だそうです。はい、お楽しみにしてください。ではまた動画でお会いいたしましょう。バイバイ。